私たちは今回兵庫県の北に位置する自然いっぱいの町養父市を訪れました。そして私たちは東京から引っ越してきて養父市で活躍されている女性がいるという話を聞いて、彼女が働いているわはは牧場に会いに行ってみました。こちらがその山崎由香さんです。ではお話を聞いてみましょう。現代農業っていう雑誌の編集部にいて、たまたま畜産担当になって、いろんな畜産農家の取材とかに行って見てきたんだけど、だいたい育てる人は育てる専門、さばく人はさばく専門みたいなのがあるなと思っている中で、わははが牛も豚も合鴨も育てて、ここ処理場があるんだけど、加工施設があるんだけど、ここで2人でさばいて、でお肉にして売ってるっていうのがすごく面白いなと思って、他にない農家だなと思って。わはは牧場では未来を担う子どもたちに安心して食べられるものを提供したいという思いから、牛、豚、アイガモをただ飼育しているのではなく、餌の生産、肉の加工、さらには販売まで全ての工程を自分たちで行っています。そしてベーコンやソーセージなど販売される食品には一切食品添加物を使用していません。また食品だけではなく、カフェ、ガーブーの建物やアイガモ処理場などの施設も自ら建設するほど、こだわりを持ってお仕事をされています。生み出す力がすごいなと思って、で自分もその今の仕事もその時の仕事も楽しかったけど、ここに来たらまた3人でなんか新しいことができるんじゃないかなっていうのもあって、まあそう、わははがすごいなって思ったのはそんなところですかね。上垣さんにとって山崎さんはどんな存在なのでしょうか。大学時代に途上に見学行ったりとか、土畜場の見学とか行ったことのある人で、すごい、今までそんな人に出会ったことなかった。そこってそんなことに興味があるんだなと思って、でなんかそういう人だから私たちのやってることにすごい理解をしてくれてて、すごいスッと入ってくる人柄でしょ。もうすごいうちの家族にスッて溶け込んじゃって、私らが気づかへんかった私らのいいところとかを上手になんかこう引き出してくれるというか、なんかすごい私たちにも、あ、この子いてくれたら。上垣さんにとって山崎さんは必要な存在なんですね。わはは牧場ショップ&カフェガーブーは金曜日、土曜日の10時から17時まで営業しています。